東口ホーム、鞘山川丘駅は、埼玉県所沢市鞘山川丘一丁目にある、西武鉄道池袋線の駅。駅番号は、SI20。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、ホーム有効長は重量編成分である。ホームの反応よりは、曲線部となっている。トイレは2階改札内コンコースにあり、多機能トイレも設置されている。また、ホームと改札外。 改札街と東口、西口両駅前広場との間をそれぞれ連絡するエスカレーターとエレベーターが整備されている。一番ホームの西側に側線を持ち、夜間から早朝にかけ、小手差し終着の重量編成列車を一本島駅へ改装し留置している。また、工事保守、保線用車両が留置されることがある。側線は、本線とは、 所沢寄りで線路を接続している。1990年までは当駅東、横瀬間で袋詰めセメント輸送を実施していた名残で、側線の西側の線路に沿って、貨物専用ホームが残存している。2020年度の1日平均乗降人員は18,651人で、あり、西武鉄道全92駅中42位。休校。 通勤急行通過駅の江戸田駅、練馬駅、中村橋駅、大泉学園駅、宝谷駅、清瀬駅、秋津駅、通勤急行通過駅の日張りが丘駅、急行通過駅の東久留米駅より利用者が少ない。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。ありがとうございます。